どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。ドーンハニーさん登場でございます。こんにちは。はい、ね、夫婦でセッション、やっていきたいと思います。前回のですね、あのジュリーがすごい皆さんに再生いただいてびっくりしてますけど、ね、でも良かったもんね。良かった、すごい良かった。今日もいい曲ですよ、今日もいきなり最初の課題曲発表してみましょう。はい、はい、今日の課題曲はこちら、ドーン夏を諦めて、はい、ちょっと一緒に言ってくれる、はい、せーの、ドン、夏を諦めて、はい、よかったです。はい、この曲ケンナオカさんの、ケンナオコさんの曲ですけど、あの桑田佳祐さんの作詞作曲ということでございましてですね、いやこれはもうテンションが上がるぞということなんですけど、はい、2人で夫婦でセッションやっていきたいと思います。はい、夫婦でセッションはもうね かなりね歴史があるんですよ。今までやった夫婦のセッションはですね、やっぱ2人で演奏する時のアンサンブルのすごい役に立つんじゃないかと思って、いますんでね、なんかちょっと皆さんにもね、なんか参考になるかもしれないんで、過去に撮ったね、あの再生リスト、概要欄に貼っておくんで、ぜひ見てみてください。でもちろんみんなウクレレね、めちゃくちゃ簡単で楽しんですぐできますから、ガズレレだったら始めてくださいよ。ウクレレ始める方も概要欄に貼っておきます。まあ、あのこの後ちょっといろいろね、面白い話もしていこうとは思うんですけれども、まあ、まず演奏していこうかなと、はい、いろいろ説明もちょっとしていきますんで、でぜひ動画最後までご覧になってください。はい、じゃあケンナオコさんの夏を諦めて、夫婦でセッションやってみる。1, 2, 1, 2, 3, 4。めちゃくちゃ苦労してダーリンキャン中心とこね、めちゃ練習したね、英語のとこね、もうめちゃめちゃ難しいこと、難しい、なんていうの、このキュッキュッ迫ったり、そうそうそう、ダーリンキャン中心裏で来てるしね、そう、 I tried to make it shine darling be with me let's get to be so fine ですからね、よくやったよ英語でやっぱ苦手な人多いからね、やっぱり ね、あとね、あのメロディーかっこいいですよ、あのこのギターソロみたいなやつ、あれもタブ譜しっかりあるんですけど、最初のあのカウントのあのメロディーの入り出しがね難しいの、ちょっともう一回やって、カウント 1, 2, 1、確かに裏でくるね、裏なんだね、1, 2, 1
ちょっと弟この入りこれ難しい。このタブ風ねちょっとよく見てね、興味ある方このメロディーちょっと弾いてみてよ。これね気持ちがいいよ、うん、はい。ということでこういうのはねやっぱり普段のガズレレではないんです。そうですね、なぜなら一人で弾き方っていう、二人でやるからアンサンブルで一人はコードを弾いてこのメロディー弾くっていう、うん、こういうのもいいかもね、うん、なんか例えばガズレレでなんかすごい大人気曲みんながやりたいヒット曲をその感想とかもこのメロディー弾いて二人でアンサンブルでレッスン動画を公開する。なるほどね。ああそういうことか、ね、そう、それもいいかもしれない。ちょっとその企画もなるほどね、夫婦でセッション発展型もいいかもしれない。今ふと思いついちゃう。なるほど、ちゃんとレッスンでもされるってこと、ね、そうそういうのもいいから、ね、まあ、だからアンサンブルってのはなかなかやっぱり深いですよね。ハモったりしてさ、うんうん、このハモリもまたちょっとね、ハモリはね、ハモリはすごいよね。なんかしないけどできちゃうんですよ僕、ハモれちゃうそう、まあまあでもなんか参考にしていただければというふうに思います、ね、はい。やっぱね一人やるのもいいけど二人とかで、まあ二人もいいし仲間でやるのもいいしね、最高でございます。皆さん、はい、そしてですね、まあガズレレではいろいろね、あのウクレレピクニックもあの皆さん行っていただいて、あの旅レレあのリリースとかいろいろあるんですけどですね、あのちょっとあのハニーさんのね、はい、あの縫い物時間 YouTube チャンネルっていうのやってるんですけど、はい、この間もちょっとお伝えしましたけどですね、はい、まだ1ヶ月先だけどね、ちょうど1ヶ月ぐらいだね、はい、10月のこの何日言って、10月の20、21、22に、はい、はい、小添さんがやってる縫い物時間というところの、はい、あれは何で展示会、展示会、ね、展示会、はい、あ3日間あるんで、はい、あのぜひよろしく詳細概要欄に貼っておきます。フリーイベントなんで。フリーイベントそう、はい。あとワークショップあるでしょ。そう、ワークショップも、はい、なんかそんなまだまだ大丈夫です。あのこのサウンドホールカバーとかウクレレ関係のワークショップもありますんで、ぜひ概要欄チェックしていただければというふうに思います。はい、それとですね、皆さんご存知でしょうかね。この11月11日っていうのは、うん、あの1111で弦が4本でほら、ウクレレって弦が4本で1111見えるでしょ。勝手にですね、ガズレレの日というふうに設定させていただいてるんですよ、はい。はい。そこでですね、まだちょっと具体的になってないんですけど、うん、何かやりますんで、うん、あの、時間空けといてください。みんなスマホのスケジュール帳に、11月11日はガズレレの日だから何かあるぞって書いといてください、うん、というお知らせでございますね。うん、はい。まあ、あの、今日3連休の真ん中日ということなんで、あの、ガズレレではもう2000曲、もうかなりね、レッスン課題曲ありますから、うん、もういろんな曲楽しんでいただいて、なんかね、お友達と一緒に曲決めてやるのもいいし、自分一人で深めるのもいいし、芸術の秋。音楽プレイしていきましょう。そんな感じで日々またあのウクレレで音楽を楽しんで日常にポップの時間を増やしていただければというふうに思います。さあ今日は夫婦でセッションあのやってみました。秋のセッションです、うん、はい。夏を諦めて皆さんもやってみてください。夏を諦めてのレッスン動画も概要欄に貼っとくんでね、うん、あの面白い曲ですから、はい、ぜひトライしてみてください。じゃあ皆さんごきげんよう。さようなら。